ゴーゴー吹奏楽、先生は黙ってて。パルス東京が吹奏楽指導者と吹奏楽ファンのためにお届けする YouTube 番組、ゴーゴー吹奏楽、先生は黙ってて。今回もパーソナリティは武田明さんと井上学の2人でお届けします。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではいよいよ実践編ということで、特別ゲストにスタジオビートニック代表打楽器奏者の堀尾真二さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今私たちは明星大学の中にあります素晴らしいスタジオで収録をさせていただいております。明星大学は多摩モノレール中央大学明星大学駅からエスカレーターで直結の素晴らしい環境にある大学です。今回の収録にあたりましては、明星大学学友会吹奏楽団の玉寄勝治先生のご協力で収録をさせていただいております。今回のお題ですが、シンバルですね。合わせシンバル、クラッシュシンバルとサスペンデッドシンバル、いろんな種類があると思いますけれども、それについて堀尾さんにお話聞きたいと思います。じゃあ、最初にまず合わせシンバルから、はい、でまずですね、これは、2枚ありますけど、皆さん上と下が、上と下というか要するに、右と左があるのはご存知でしょうか。知りません。しっかり叩けだけ言ってました。叩けだけ、根性で叩け、はい、でこれはですね、実はシンバル2枚あって、厚いシンバルとちょっと薄いシンバル、重さが違うってあるんですけども、ピッチが高い方が厚いので、右であれば左手、反対であれば右手ということで、これは何でかというと、一番分かりやすいのはハイハットシンバルですね。ここにあります。これもちゃんと表の裏が、上と下があって、これはトップのシンバルなので、こっちは下にある方が重たくて、でこれ差がないと、この踏んだ時にちゃんと鳴ってこないですね。これ逆になっちゃうと大変なことになってしまうので、で、今度はシンバル自体の持ち方なんですけど、中にはこの紐があるので、この中に手を入れてこう持つ、はい、いや、そんな学校いっぱいありますよ。今中学生女の子が多いの で, で, です、ね、こう持ってしまうと、これだけシンバルでミュートしてしまうので、叩くと音が止まっちゃうんですね。割とこうやってやったとしても、ちょっと待ってね、はい、なので、できるだけ持つ面積は小さくつまむだけにしていただく、こうやって上からこういうふうに持って一回前てもらってやるか、ちょっとこれがやりにくい場合は、ここを少しこう丸めてもらって、こういうふうに丸めていただいて、上から持っていただくと、割とこうコンパクトに離れなくて持ちやすいかもしれない。あとここにパッドがあるんですけども、これだけあって手がやっぱり痛くなってしまうので、パッドを使う学校多いんですけど、できるだけパッドは小さい方が、その音の止める部分がなるべく少ない方がいいかと思いますので、これはもう外してますけども、外すか、そのパッドを小さくしてもらってやるか、なるべくそのシンバルに当たる面積が少ない方が楽器が、響いてくれるかなと思います。あと、打ち方としてですね、マーチなんかこうシブオンプで刻むときに、割とこうやって下のシンバルを下に持ってもらって、こうやって刻む方が多いと思うんですけど、こうしちゃうとどうしてもこっちのシンバルが鳴らないので、なるべくこう正面でこういうふうに刻んだ方がどちらの音も鳴ってくれていいかなと思います。こうやっちゃうと片っ端が鳴らない。今回音が違ってくるので、そういうちょっと持ち方の工夫もされたらいいかなと思います。あとは叩き方の問題で、割とこう多いのは、打った後にね、ミッキーマウスでしたっけ、はい、こう打った後にこうやってやることあると思うんですけど、これもセンスの問題で、やっぱり同じシンバルでも叩き方とかやり方によって音の色が変わるので、それはやっぱり自分がこういう音を出したいっていうイメージを持たないと全部同じになってしまう、はいはい、でただ単に先生から広げろって言われてやってると、それは形だけであって
それはなんかその自分の意思じゃないので、やっぱりそこは自分の意思を持ってこういう音を出そうというふうなことが一番、特にシンバルはそのことがよく出ますので、そういうところを注意してもらうといいかなと思います。特にこの、ね、20インチなんてかなり重たくて、一発の時にブワーッと出すので、これはやっぱり、ね、一番気持ちがいいところですね。バンドは吹っ飛ぶかもしれないけど、バンドは吹っ飛ぶかもしれないけども本人はもう最高に気持ちいいですよね。すべ、ね、て私のものだけど、この一発のシンバルがそのバンドの中の盛り上がった頂点のところに来た時にちゃんと来てくれないと、どれだけバンドが音があっててもこのシンバル一発ですべてを壊すので、それだけやっぱり神経も使わなきゃいけないし、音が重要だし、やっぱりその楽器のチョイスも本当に考えてやらないと、せっかくいい音がしててもそこでそうきたかっていうことが起きるので、やっぱりそこはとても大事な一発なので、これはもうバンドを破壊するぐらいの力がありますから、良くも悪くもシンバル次第。なるほど。はい、次はサスペンデッドシンバルについてお話を聞きたいと思いますが、はい、もう用意していただいてますけど、はい、ありがとうございます。リオさん、それサスペンデッドシンバル上にネジついてないんですけど、はい、今これつけてないんですけども、これはフェルトを乗っけてしまうと音が止まるという部分があって、これもそのつけ方によって音色が変わるので、いろんなバリエーションをもっと変えるといいかなと思います。これはもう今までの普通の市販のフェルトに今シンバルを乗せるだけなんですけど、まあ、上のこのフェルトを外すだけでも音の伸びは全然、多くの中学校、高等学校を上フェルトでグッと締めてやりますよね、はい、それはですね、これを締めてしまうと、はい、いますよね、こういや、いっぱいありますよ、うん、響かないですよね。あ、全然、これを、まあ、外すだけで、これもホール行ったら全然バイオンが広いから違いますね、うん、それで、今は僕なんか割とこれにゴムを使うんですけども、今この下の台に、シンペロっていう、はい、新製品、新製品のね、ゴムがあったりとかするんですけども、まあ、まあ値段がするのでお金的な問題もあるので、私はこういうふうに輪ゴムをこうやって巻いてます。それ普通 の, あの学校の職員室にある、はい、職員室の教室に、職員室とかに転がってる輪ゴムを2、3本とグググググとただ巻くだけ。そうするとどのだけ違うかというとですね、こんだけ違います。すごいですね。輪ゴムを1個だけで、これだけ。もうなんか恐ろしいぐらいに、だから例えばその学校にあるシンバルでもならならと言ってたのをスタンド変えるだけでこれだけ音がくりくりやるだけで、だけど今日今すぐやりたいですね。はい、もうすぐやってください。職員室の輪ゴムを取ってきてこう、でこれはね、まあ、こういう形になるんですけども、じゃあ全部これがいいかといったらそうでもないんですね。それどういうことかというと、例えば、こうやってローローしたりとかする場面はとてもいいです。だけどリズムをもし刻む場面が出てくる時なんかはちょっと響きついちゃって音がやっぱりダウンビートが出てくる、そういう時は割とこのこっちのフェルトのきちっとした方がはっきりする。なおかつ少し上にこういう風に乗っけた方が音が全然変わる。だからも良し悪しというか、それぞれ場面でどんなサウンドを使うかということもやっぱり考えられた方がいいと思います。あとは同じサスペンドシンバルの例えばクレッシェンドする場面でも1枚だけじゃなくて2枚、ちょっとインチの小さめのシンバルを置いといて、でこの2枚の音を混ぜてクレッシェンドしてあげると、とてもそのフォルテチモードの3つのフォルテのクレッシェンドがとても大きく聞こえてますね。これが1枚だけでやるよりもちょっと高めのこれを加えることによって
でこれも全部これやってしまうとまたうるさくなってくるので、ここはちょっとこっちの低い音、ここは少しリズムが出てきて場面が明るいので、ちょっとじゃ小さいのシンバル、それは楽譜には書いてませんけど、うん、そこもやっぱりその自分のセンスで、あ、これちょっとちっちゃめ使ってみようかなとか、これ合わせてみようかなとかっていうことをやっぱりやるといいかなと思います。うんうん、あとはサスパシンバル叩くときに、あのリードの譜面の中には2本バチと1本という指定がある箇所があったりするんですね。アルフレッド・リードさん。はいはい。うんうん、それはなぜかというと、これでも大体皆さんサスパシンバルと両手使って、はい、やりますけど、1本でやるとまた2本でこうやるときと音が音色が変わってくる、うん、これもやっぱり2本使うか1本使うかっていうのは自分の中で、コントロールすると。リードさんはそれ分かってちゃんとコメントしてらっしゃるんですね。完全に分かってて音色の違いを出したのかな、ね、だから本当に素晴らしい作曲だと思いますね。うんうんうん、あとはサスペンシブルなんかでもスティックを使ってやる場面なんかもあると思うんですけど、ちょっとやっぱりこうスティックだとこう弱かったり痛かったりする。痛い。で今はちょっと優秀なね、こういうあの中に、真鍮が入ってるマレットがあって、これだと割とこのままでも割とはっきりとした音が出る、うんうん、なのでまあちょっとしたこういうスティックの種類もあったりするので、一つのサスペンドシンバルでもちょっとした工夫をやってあげると音色の差があって、うん、いろんなバリエーションが出てくるので、うん、これをまたこういろいろ使い分けるのも打楽器奏者の楽しみじゃないかなというふうに思いますね。はい、ありがとうございました。次はトライアングルです。中学校とか高等学校で新入部員が入ったら、お前トライアングルでも叩いとけとかっていうようなことでね、入部してすぐコンクールにチン叩けとかって言って言うのがありますけれども、私あの教員してた時トライアングルの日もね、あの生徒が言ってきたんで、なんか職員室の出席簿のここキュッとあって黒いやつこれでくくっとけって言ったことがありました。このあたりも含めて堀尾さんお話聞きたいと思います。それは最悪ですねすいません。あのやっぱり響くものを吊るすので、なるべくやっぱ細い方がいいと思うんですね。で、まあ釣り糸とか、あとは、まあ、多分釣り糸の細いやつが一番使いやすいですかね。あとは、まあ、もしも学校にハープがあるようなところだったら、ハープの一番細い弦のやつをそのまま使うといいと思います。まあ、それを一巡していただいて、こういうふうに。それはもう市販のものです。これは市販のものですね。うん、もう最初からこういうふうについてて、クリップに最初からこういうついてます。こういうのがついてます。こういうのを使っていただけると。これはちょっと太すぎちゃうとやっぱり音が止まってしまうので、まあ、なるべく響きが続くように細いもの、うん、決して黒いゴムなどは使わないようにさせん、厳重に注意をしたいと思いますね。はい、怒られてしまいました。はいはい、で実際は、叩くときに、はい、ビーターっていうんですか、はいはい、あの長いやつありますけど、はいはい、ま、あの種類が何種類かあるのか、ね、まあ、まずはその叩くときの場所によって音色が相当違いますので、それはやっぱり理解をされてるといいと思います。どこかここ叩けっていう場所はあるんですか？まあ、大体はですね、ここのトライアングルの三角形のこの辺ですかね。うん、あとはこの上かここか。うん、まあ、場所的には大体この辺です。それで角度なんかが一番ちょっと問題でして、割とこう45度でグローバーさんなんか言ってますけど、そうすると一番このなんですかね、倍音がたくさん出てる。の場合もこれを角度を超えてあげると今度はまた違った音が出ます。少し倍音が消えた感じで、今度は急上昇するともっとまた音のクリアな感じで、でこれを場面によってやっぱりうまく使い分けていくといいかなと思います。例えばそのトライアングルなんかでリズムを刻む時なんかは、やっぱりここで刻んでしまうとどうしても倍音が多すぎちゃって、ちょっと分かります。これをしっかりここでこういうことでやると、というね、今年の課題曲がありましたけど、まあこういう場面の時はこう
だけどピアノで静かな場面で出す時なんかはやっぱり倍音がいっぱい欲しい時なんかはこの角度でしっかりと出してあげる。でその時に、まあ、できればこのビーターをしっかり握らない方がいいですね。なるべく2本の指で、僕がいつもやらせるのはこうやって持っておいて、昔よくやりましたよね。曲がって見えました。こうおお曲がって見えました。これか金属が曲がるみたいな、このそうですね、このくらいの力を抜いて持ってあげるととてもこの力が入らないので、普通に叩いてもこのガチャって音がしないんですね。ただこの持ったまま状態の中で叩いてあげると割とピアノも楽に、綺麗にいくと思います。そこで問題なのは、はい、先生方がもっとピアノは小さな音でとかっていうと、大体の学校はこんな細いビーターを使うんですね、はい、でこの細いのを使うと演奏しているこの場面ではとてもピアノが出るんです。ここで聞くともう怖くなく、何があっても別にふーんピアノが怖くないよって言うんです。ところがこの細い、これだけ太いトライアングルの中にこんな細いビーターを使うと全然質量が違うので音が通らないですね。それはやっぱり離れて聞くと分かるんですね、うんうん、じゃあここで実際に先生方にどんだけ違うかちょっと聞いていただく。え、我々離れて聞くんですか。はい、まずはこの席で、うん、もし、はい、そのプレイヤーの位置で聞いて、まずピアノ太いバチでいきます。ここは安全なこの細い、うんうん、細いととてもここだとなんか繊細でね、繊細聞こえるなと思うでしょ。堀川さんにぴったりな、はい、ね、いやどうか分からないけども、ところがこれがちょっと遠くへ離れて距離があるとどうなるか、うん、じゃあ私ちょっと向こうに行っていますのでこの場所でちょっと聞いてみてください。はい、じゃあ最初に太いバチでピアニシモの音を出してみます。じゃあ次に先ほど使った細いバチで繊細なピアノの音を出してみます。このくらい音が違うんですね。ですから、うん、そのそばで鳴っている音とホールの中で聞こえる音の違いを理解をしていないと、その場だけでピアノを作ってしまうとこういうことが起きている、会場では全然音が聞こえないということになります。はい、それでは最後にティンパニーについてお話を聞いてみたいと思います。まあ、奏法というよりはセッティングというんですかね、ちょっと気をつけた方がいいところについて古谷さんにお話を聞きたいと思います。はい、まあ、双方のことはね、今日は触れませんけども、一番今いろんなところで行って見かけることが多いのはこのティンパニー、今こうゲージありますけど、このティンパニーのこのゲージをこうやって揃えてセッティングするところが結構見かけるんですね。いっぱいあります。結構ありますよね。いっぱいあります。で、まあ、ダメというわけではないんですけども、これをやってしまうと足を向いていただくことがあるんですけども、この足のペダルの位置が広がってしまうんですね。こういうふうに、そうすると、まあ、例えば椅子を使う使わないようにしても、こうやって椅子を使って置いたときにとてもこう内股というかすごくチューニングをしづらくなってしまうんですね。でこれがとてもやりにくいので、ここのゲージは揃えないできちっとハの字型に足がなるようにセッティングをしていただけると使いやすいかなと思います。こんな感じですかね。割とちょっとしたことなんですけども、こういうふうにしてあげると足のペダルの操作がしやすくなるので、少し注意をしていただけるといいかなと思います。はい、はい、ありがとうございました。それではティンパニーを4台セッティングしたときにどういうことについて
注意すればいいか堀尾さんにお話聞きたいと思います。はい、先ほどあの真ん中2台のね、ゲージを揃えなくて足がちゃんと使えるようにって話をしましたけど、今度4台になる時の注意なんですけども、割とどこ行っても多いのが23と32の両端のティンパニーがとても近い学校が多いんですね。これがこのくらい多分近いところが多いと思いますね。でこれなんで皆さん近いかというと、速いパッセージをするときにやっぱり遠いと怖いし当たらないと思ってなるべく近くにするんですね、うん、そうするとゆっくりしたフレーズを叩くときはやるときはちゃんと叩くんです。だけどとても速いパッセージをで叩くときに必ず手が伸びちゃってるので楽器の真ん中付近を叩いてるんですね。そうするとこのティンパニーだけ音が詰まってしまう、ちゃんとこうです。でこれはゆっくりときは皆さんすごく注意してってやるんですけど、速いときはもう絶対こうなってます。でその音の違いをなんか分からずにそのままいってしまう。なのでできるだけこの両端のティンパニーというのは少し離した方がいい。でその時に注意するのは、離してもなんか遠いと皆さん思ってしまうんですけど、それはトレーニングの方で解決できるんですが、一番こう座ってティーパーで構えました、一番このちょうど10から13ぐらいのところのヘッドのところにマネットを置きました、そのままこっちに持ってきても同じ場所に来るぐらいの距離、そうするとどこ行っても手を伸ばしてもそのままで、これはだからこの距離感があっても叩けてるはずなんです。それをやっぱり頭の中に遠いという意識が強すぎてやっぱり怖くなってしまうので、この距離感の中でトレーニングをして練習をして音を出すということを注意すると、とても速いフレーズが、ね、あのなんですかね、音のことがとても綺麗になってできます。とてもこの両足の楽器でとても大事なので、この距離感をいつも大事にしてもらうととてもいい音色で演奏できるかなと思いますので、この辺を注意して、やってみてください。はい、今日は打楽器についてたくさんお話を聞かせていただきました。武田さん、いかがでしたか？とってもいい話を聞けましたよね。最初に私がお話しした打楽器は全てソロ奏者である、はい、ということをまたここでお話ししたいんですけど、やはり打楽器ってやはり音色が一つ一つの楽器全部それぞれの音色を作るっていうことが一番大事ですよね、はい、うん、でこのトーク番組のタイトルが先生は黙っててですけど、はいはい、本当に先生に頼らずに打楽器奏者が自分たちで音色のために研究していくっていうね、その研究の幅がたくさんあるのが打楽器だと思うんですよ。だからすごく楽しいじゃないですか、うん、でやっぱり今日一つ思ったのは、響きを止めたらダメだなというところですね、うん、もちろん今いろいろありましたよ。ミュートにしても響きをちょっと少なめにした方がいい曲もあれば多くした方がいいっていう、それはありますけど、でも基本的には響くのを止めない方がいいっていう、ここはやっぱり大事なことだと思いますね。はい、今日はあえて時間の関係もあって奏法については詳しくは触れていただかなかったんですけれども、もしまた機会があればね、堀尾さんにいろいろお話をお聞かせいただきたいと思います。ぜひ機会ありましたらまたいろんな奏法とかね、歴史のことについてとかまたお話できればと思います、はいはい、今日は一日どうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。